まずは新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに1262人の感染が確認されたと発表しました今月8日の1389人に次いで過去2番目に多くなっています続いて昨日の感染状況です昨日16日水曜日は866人の感染が確認されています4人が中等症 その他は無症状を含む軽症だということです。また、昨日は新たに彦根市の学校で職員児童生徒合わせて17人のクラスターが発表されています。昨日午後5時、現在の病床使用率は70.2%、重症者は4人で重症者用の病床使用率は9.8%となっています。 コロナ禍が続く中、引きこもりの本人や家族を支援しようと9つの団体が協力した一斉電話相談が行われていますこの一斉電話相談は県や地域の社会福祉協議会など 9つのの団体が協力してて行っているものです県社会福祉協議会によりますとコロナ禍で社会状況や生活スタイルが大きく変化する中でさらに社会とのつながりが少なくなりまたつながり始めた支援が途切れがちになったりと引きこもりの状態から抜け出す機会を失う事態に直面しているケースも多く見受けられるということです 生活の中でです、ね、やっぱりちょっとでも不安を感じておられたときに関しては、人に話をするということで、まあ、気分を晴れますのでね、そういった形で気軽に電話していただければありがたいなと思っております引きこもり一斉電話相談は、この後午後6時まで、あすも午前9時から午後6時まで、滋賀県社会福祉協議会など、県内4か所で受け付けられます。 今年1月に着工した森山市役所の新庁舎整備来年度には工事の大半が完了し市では来年9月の暫定供用開始を見込んでいます森山市の新年度予算案は一般会計の総額が前の年度を51億8000万円上回る339億8000万円で過去2番目の規模となりました このうち46億2500万円は新しい市役所庁舎の整備関連です現在の市役所敷地内で進められている建設工事は来年度中に大半が完了し市では来年9月に暫定供用を始めるとしていますまた今年9月からは中学校給食が森山市立の全校に広がる予定で関連予算が

22日開会の市議会に提出されます。